ね。こんなさ厚みがあるのさ、うん、味染みてるよね。ですね。おいしい。あ、これ食べれちゃいますね。電話帳カツレツ一口にビール一杯ぐらいの割合じゃない。次の日ですね。相変わらずの人だかり。すごいな今日も。みんな待つね。あれあれ、あ、午後なんだ。6時。地元で活躍するバンドが CD のジャケット撮影に。あ、もう有名なんだ本当に。ビートルズみたいに。言われた。バレたバレた。人数違うけどね。あ、本当に似せてんだね。あの子だ。みんなちょっとやりたいんだねこれ、やっぱり。動画で撮ってんのかな。みんな飲みながら見てるから口悪。あ、あーダメだ。地元に嫌われちゃダメよ。もう一回やろうか。真ん中の人ぎこちないんだよな。車来ちゃったけど大丈夫。バーソンベーサー、バーソンベーサー、楽しい撮影。こんな最初からそれでいいんだよね。静止画で。はい、お車の方お待たせいたしました。OK 出ました。撮影協力のお礼に1曲披露してくれ、嬉しいです。ありがとうございます。そっか、 90% なくなった町だから余計ね。みんな知ってるんだ、ねえ、なんかこのお店の歌みたいだね。Die Stimmung eigentlich immer sehr schön entspannt und auch ja chillig, wie man ja manchmal so schön sagt, bleibt, dass die Menschen mit Freude herkommen, auch mit Freude wiederkommen und dass es weiterhin auch friedlich bleibt. Weil es sieht wild aus, aber es ist super zivilisiert. Alle halten sich an Regeln, die nirgendwo aufgeschrieben sind. Und dass das so bleibt, das finde ich schon ganz gut. Dankeschön. Bitte schön. Und jetzt dürft ihr alle mal singen, hey! Kelun No. 1 の入りにくい店。そこは時を超え、ビールがピースを生むところ。生んでるな。幸せしかないもんね、ここに。入れそうですか、佐々木さん。いや、めちゃくちゃ入りたいけど、席が空いてないでしょ。そっか。あとこのバンドが来てる時行きたいね。あ、聞きたいですね、この歌ね。うわ、でもいいですね、お店入れなくてもちょっと外で立ちながら飲むっていうのもあれもいいですね。岡持ちでビール持ってきてもらって ね。ケチャップは出ないけどいい店だよ。ねえ、素敵。みんな素敵だったな、お客さんも。ほんと、うん、トントンって壁叩いて出来上がる22時。ねえ。
いやー幸せここ。ねえ行きたいな。ロミンチ呼んで今度。